はい、こんにちは、ヘルパです。はい、こんにちは、シアティです。よろしくお願いします。お願いします。はい、7月1日にアップデートが来ましたね。ついにやってきましたね。そう、マインクラフトダンジョンズの方でね、アップデートアップデート、はい、アップデートが来ました。で、7月1日でね、私たち生放送をやりまして、たくさんのご来場本当にありがとうございました。ありがとうございました。一時的にね、同時接続100人なんか超えたりしてね、本当にありがとうございます。そしてですね、今回何を紹介していくのかと言いますと、なんだ、はい、生放送の時にね、ゲットしました、こちら汚染された種になりますね。はい、でちょっとね、これの方を、紹介していきたいんですけれども、うん、まあ、結論から言いましょう。個人的には使えないアイテムです。マジかだってなんか拘束したり毒状態にするって書いてあるから、すごい有用そうに見えるんだけど。そうそうそう、なんだけどこれはね、いろんなアイテムの劣化版みたいな印象ですね、正直なところ。劣化そうなんですよ。もうちょっとね、使えるかなと思ったんだけど、まあ、とりあえずね、どんなアイテムなのかっていうのをまず説明していきたいと思います。はい。まず、説明に書いてある通りに、敵に対して毒を入れることができる、種ですね。うんうん。絡め取ったモブを毒状態にすると。うんうんうん。で、短時間モブを絡め取る。まあ、同じようなこと書いてあるんだけど、で、これから実戦で使っていくわけなんですけれども、うん。これね、まずこのアーティファクト、今回のアップデートで唯一追加されたものになりますね。唯一だよ、唯一。これだけしかね、今回アーティファクトを追加されてないんですけど、うん、それがちょっと残念性能ということなので、まあまずちょっと使ってみましょうか。まずですね、こいつらに使うと、うん、はい、こんな感じで、毒状態にね、うん、して、敵を一時的にね、こう拘束してくれます。でこれ今クールタイム4つつけてるんで、めちゃめちゃ早くこんな感じでね、継続ダメージで削ることができるんですけれども、うんうん、本来はこんなに早くはできません。20秒に1回なので、うんうんうん、まあ、ちょっと1回外してみようか。クールタイムこれ4つなんですけど、じゃあクールタイムがないやつ、今回追加されたね、うん、山猫の防具を使用して、山猫ちゃんクールタイムがどんなもんかっていうね、見ていただければと思います。はい、使用しました。もうこれでずっとあと20秒間使用ができないと。全然できない。これ本当にね、まあ、クールタイムがついてりゃそれなりなんだけど。どや。お、いいね、いいね。どや。はい、ようやく再使用ができるようになったと。はい。いう感じですね。切な。はい。で、防具ちょっと変えますね。これクールタイムありきのやつじゃん。そう、クールタイムがないと、正直使い物なんないですね。うん、まあ、あったとしても、うん、どうなのよっていう。こういう風にね、毒、まあ、200ダメージとか、うん、そのぐらいしかこう入らないわけですよ。うん。で、しかも、これ、気絶じゃないんで、高速なんで、弓矢とかは普通に撃ってくるんですね。で近づけばもちろん、近接攻撃系の敵は、うん、攻撃してきます。もちろん範囲内、あ、ごめん。ごめん。範囲内、すべての敵をね、対象にできる敵に関しては、うんうん、拘束してくれます。ちょっと、エンチャントできるかどうかちょっと見てみたいね。これ、愛のメダル。おなじみ、愛のメダル。そう、愛のメダルであれば、敵が味方になって、そのままもう味方になったら戦ってくれるんですよ。うん。まあ、これは3体だけだから、まあ、完全な上位互換というわけではないんですけど、明らかにこっちの方が便利。なるほどね。かなと。うん。タゲとかも分散してくれるし。うん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 。で、なおかつ、まあ、敵にダメージ与えられないじゃんって思うかもしんないけど、あとこれ、ショックパウダーですね。うん。このショックパウダーも、まあ、範囲外の敵バーンと、こうやって気絶させることができます。正直、うんうん、拘束させるよりも、断然こっちの方がいい。で、しかもショックパウダーって、15秒クールダウンなんですよ。で、さっきのね、毒のツタのやつは、20秒。20秒か。うんうん。20秒でクールダウンが終わるということなので、まあ、全然比になんないよね、正直ね。すごっ。めっちゃ気絶させられる。そう、スタンの方が全然有用性あるんですよ。なるほど。っていう感じなんだけど、ちょっと待って、今おかしいな。ん？おかしいぞ。あ、ショックパウダー弱体化されてる。ショックパウダーの効果時間見てて。いくよ。はい。もう終わるでしょ？うん。違うんだよ。これ、ショックパウダーね、7.1 秒スタン持続。おー。
おっと、むっちゃ短くなってる。マジで驚きの事実ですね。これ不具合なのかちょっとわかんないんですけど、ショックパウダーが、すげえ弱体化されてます。ということで、まあ、ショックパウダーのね、効果時間が短いにしても、クールダウンもね、こちらの方が断然短いので、緊急回避とかいう目的で使うにしても、こちらの方が絶対にね、有用だとは思います。ごめんなさい、死にました。この汚染された種をね、スケルトンホースに使ったところ、うん、効かないんですよ。で、毒も入らない。そんなまあ、そもそも毒なんてスズメの涙なんで、うん、入ったところでよっていう効果量ではあるんですけど、まあ、にしたって毒すら入らないんであれば、うん、正直そんな使うメリットないかなっていう感じですかね。確かに切ないな。あー、ごめん、死んだ。せっかく拘束してもマジで意味がないんだよな。いや、これはね、俺が下手くそなんだけど、下手くそでも使えるアイテムかっつったらそんなことはないねっていう感じかな。そっか、結構使えないね。あ、エンチャント。エンチャントには入るね。エンチャントには一応高速毒は入る。いきまーす。愛のメダル使いまーす。はい。はい。はい、使えませんね。はい、ね。ということで、エンチャント相手には確かに愛のメダルより有用かな。なるほど。で、ちなみにショックパウダーはどんな感じ。あ、ショックパウダーは効きますね。あ、ショックパウダー、あ、あ、はい、じゃあちょっとこいつにね、試してみましょうか。汚染された種が通用するのかどうか。おお。あとは、ね、ショックパウダー、うん、あとは愛のメダルか。この3つをねちょっと検証してみましょう。私は何もしない。レッドストーンゴーレム、やっべ。レッドストーンゴーレムは、ショックパウダーも効きません。汚染された種も効きません、メダルも効きません。シャーティさんは死にました。あ、来た来た来た。はい、愛のメダルは、まずまあ効くわけないよね。はい、愛のメダルは効くわけありません。あ、豚に愛のメダル効いちゃったんだけど、ごめん。予想外です。はい、で、ショックパウダーは効きます。HP 大丈夫、も効きません。うん、もうやって大丈夫、やって大丈夫。やっておしまい。愛のメダルが一番クールタイムは長いのか。ダン、クリーパーを愛してしまった。はい、ということでね、今回ね、こちらの汚染された種の方を紹介してきたわけなんですけれども、ベストな使い方が正直思い浮かばないかな。ねえ、なんだろうね、どういう、何に使えるだろう。んー、クリーパーを絡めとっても、うん、結局近くにいる判定で爆発しちゃうし、まあ一番止めてほしいのはやっぱりクリーパーとか、その囲まれた時の敵の対処だよね。うんうんうん、だからまあこういうホルンとかさ、うん、こういうのとかもバーンってぶっ飛ばしてくれるから、うんうん、割と事故防止にはいいかなっていう感じはするんだけど、うん、あとはショックパウダーだね。ショックパウダーなんか弱体化されててびっくりしたんだけど、なんかスタン継続って 7.1 秒って書いてあるわね。全然そんなに継続してないよね。多分これなんかのバグなのかな、わかんないんだけど、ちょっと後で情報は見てみますけど、うん、まあ弱体化なんでしょうね。だってショックパウダーがさ、これだけ長いことスタンできるんだったら、汚染された種なんていらないもんね。お役ごめんになっちゃう。ダメージなんて合ってないようなもんなんで、ショックパウダーの方がもう完全上位互換って言っていいんじゃないかなって思うんだけど、もう汚染された種の方が明らかにね、拘束時間ショックパウダーよりも長くなってはいるんですけれども、なんかちょっと気に入らない。なんでショックパウダー強かった。まあ強すぎだよね。言うてさ、 7.1 秒も敵スタンできたら、うん、そりゃ強すぎるわな。まあまあ、まあまあまあ、妥当っちゃ妥当だよね。なんか上手い使い方があったらぜひね、コメント欄の方に記載してください。正直ね、まあ敵の拘束言うても、敵がちゃんと攻撃してくるんで、遠距離はもうどうしようもないし、対クリーパーでも爆発するから結局、むしろ近づいてきてくれれば処理できたはずなのに、みたいな距離感のところで爆発されると、めんどくせえなっていうのはある。
確かに。だったら食パウダーで一旦スタンさせて、うん、殴った方が安定はするし、うんうんうん、なんならアイアンアミュレットとか使って防御力上げた方が、うん、まあ常時事故防止にはなるんで、うん、あとはホルンとか使うとかの方が全然いいかな。正直事故防止っていう意味ならホルンの方が絶対いいと思う。まあ、今後のアップデートに期待って感じですかね。そうだね。まあ、俺らが普段使ってたのは変わんないかな。結局、アーティファクトの環境っていう意味では。いつもはね、こんな感じで自分は使ってます。アイアンハイドアミュレットとかね、あると結構便利なんで、うん、ぜひね、この組み合わせ使ってみてください。本当に便利なんでね。前も多分紹介どっかでしたと思うんですけど。うん。あの、ソロでやるなら、これが結構事故少なさそうな構成だよね。そうだね。うん。あと、そのアップデートに関しては、もしかしたら、後々ね動画こまめに出していこうかなと思ってますんで、まあ、編集量はちょっと抑えめになるとは思うんですけど、ぜひねなるべくわかりやすく説明していきたいと思いますんで、ぜひぜひチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回お会いいたしましょう。またねー。またねー。